全盲女子の波平丸です。今回もいつも一緒に動画を作ってくれているカズヘイタさんからトークテーマが届いてますので、このアップルウォッチで見てみましょう。 You are 波平丸ちゃん、カズヘイタです。今回は以前お主が見た目について質問をした動画コメントへのアンサー動画とする。どの動画も温かいコメントを多くいただいてありがたい限りだが、見た目、動画へのコメントは我が輩も勉強になることが多かった。様々な視点からいろんなご意見をもらえて、波平丸ちゃんもさぞ嬉しかったであろう。そこでコメントへの返信だけでは書ききれなかった思いや全体を通して感じたことをこの動画で改めて語ってもらいたい。見てくれている人に好印象を与える自然な笑顔で頼むぞ。はい、そうですね。以前の動画で私が皆さんに質問をしたんですよね。まず見た目って大事なんですかっていうことと、相手のどのあたりをよく見ていますかっていうことをお聞きしたんですよね。そうしたら皆さんからたくさんのコメントをいただきまして、丁寧に回答してくださって本当にありがとうございます。改めて見た目についてじっくり考える機会になりましたね。私にとって見た目っていうのはなんかよくわからないなっていうものだったので、もうね、見た目なんてそんな表面的なものはあんまり意味がない、関係ないよねっていう意識があって、いくらでもね、ごまかしが効く部分だし、なんかそんなところだけ見ててもどうなんだろうって、そういう感覚で皆さんに投げかけたんですが、皆さんからのコメントを拝読していて、見た目の大事さっていうのを感じたんですよね。何か私自身も見た目関係ないよねとは言いつつ、やっぱり見た目をある程度重視してるんだなっていうことにも気づけたような気がしていて、見た目って相手を知るための重要な手がかりなんですよね。見た目ってやっぱり素晴らしい見た目を持っている人って素敵だと思いますし、その見た目にね、こう内面が現れるっていう部分もありますよね。で、どうしたって変えることのできないところもあるけど、その人次第で変えられるところっていうのもあるんですよね。例えば清潔感とか表情とか、そういうものは変えられるものですよね。で、ね、それは相手を知るためによく見る部分だったりして、ね、表情なんかは相手がどんな気持ちなのかっていうのを知るためによく見る部分ですよね。で、こう笑顔を作ろうって思ったら、本当に嬉しいわけじゃなくてもうまく作れるっていう人もいるかもしれないけど、やっぱりそれって本当の気持ちからの笑顔っていうのとはちょっと違うんじゃないかなって、まあ、これは
私の想像ですけど、きっと違うんだろうなって思うんですよね。なので、見た目って表面的なものなのかもしれないけど、そこには確かに内面が現れるんだろうなぁと感じますね。まあ、初めて会った時にいきなり相手の内面を見ようと思っても難しいですけど、そういう見た目の部分をね、まずはしっかり見ようっていうのは大事なことですよね。だから自分自身も見た目を磨いておくことで、たくさんの人と仲良くなれるんですよね。あ、ちょっとした努力でたくさんの人にこう印象を持ってもらえるなら、努力はしていきたいですよね。なんてことを思いましたね。なので、ね、人からどんな風に見られてるのかなって、ずっと不安に思ったりしてたこともあるんですけど、なんか過剰に心配するっていうのではなくて、こうね、相手に不快な思いをさせないっていうことを意識しながら、自分らしく堂々と生きていけたら、それがね、こう見た目の良さにもつながってくるんじゃないかなっていう気がしますね。で、この見た目に関して考えていて思い出した曲があるんですよね。斉藤和義さんの「君の顔が好きだ」っていう曲なんですけど、この歌詞を思い出したんですよね。斉藤和義さんの歌詞って私好きなんですよね。なんかこう、私いつも歌を聴く時ってなんかあんまり歌詞に意識を向けずにメロディーだけ聴いてるっていうことも多いんですけど、結構ね、斉藤和義さんの歌詞ってスッと耳に入ってくる感じがして、で、歌詞を聴いていると、あ、そうだな、そうだよねって思うことが多いんですよね。で、好きなんですけど、この「君の顔が好きだ」っていう曲の歌詞はなんか最初ちょっと違和感があったんですよね。君の顔が好きだ、君の髪が好きだ、性格なんてものは僕の頭で勝手に作り上げりゃいいって言ってるんですよ。いやいやいやーってちょっと思って、何言ってるんだろうこの人はと思ったんです。でも改めてこの歌詞について今回考えてみたんですよね。この見た目に関して考える中で、で思ったんですけど、確かに性格っていうのは見方によって変わってくるものだったりしますよね。相手をどんな風に見るかで性格っていうのはね、全然違うものになるのかもしれない。でも君の顔、君の表情っていうのは今目の前に確かにあるもので、それはもう変わることのないものなんですよね。で、きっとその表情にはその人の内面が現れている、気持ちが現れているはずなんですよね。だから「君の顔が好きだ」っていうのは単に
外見だけを見て中身なんて全く関係なく好きだって言ってるわけではなく、もう君そのものが好きだっていうことなのかなって、もう今ね目の前にある形のある確かなものとして全部好きだっていうことなのかなって思ったんですよね。なんかそう考えるとすごく深い愛情を感じますね。なんてことを改めて考えました。見た目に関して今回本当に勉強になりました。皆さんありがとうございました。ということで、いかがでしょうか。今回は見た目に関するコメントへのアンサー動画ということでお話ししました。最後まで見てくださってありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録高評価などお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ナミヘイマルでした。